はい、皆さんこんにちは。ハムズアップスターズ、ターズの小野です。そして手作りです。あの、ネオです。よろしくお願いします。行きます。おはようございます。ということで、大の大冒険クラブを始まりました。ということで、はい、今日はガチャを振っていきたいと思います。はい、お願いします。まずは、今日は宮坊から行きましょう。はい、私から行かせていただきます。はい、まあ、極論全部欲しいっす。なあ、極論いや、全部欲しい。みんなそうだ。いや、みんなそうだ。え、でもなんか、本当の極論は本当の極論はすいません、考えませんでした。本当の極論どういう、ちょっとわからないですね。全部欲しい。まあ、全部欲しいんですけど、ね、はい。いや、あの、はい、まあ、特に大っすね。おー、極論出たじゃん。あ、そういうこと、ちょっと極論。あ、で、あの、根拠もらえるんだよ。ドロー。いや、どれも強いと思うわ、今回。お、アヌビス。お、アヌビス神。じいちゃんか。じいちゃん出てきました。はい、会いたくない。怖い。会いたくない。だからね、レフォンだわ。育てられたからね。根気出す。根気出す。いや、もうね、でもね、根気売り出すの良くないと思うわ。おまけだから。おまけな、ついにおまけだからね。はい、おまけな。根気のためにガチャを回す人はなかなかいない。きっと。いや、500だからね。5000だったらちょっと話変わる。そうだね、500渋いけど、まあ、俺もらえるだけありがたい。ラーちゃん、ラーします。怪しい。あー、やばいな。で、ダイはね、ちょっと困ると思うからね、欲しいんですよね。はい、将来的にも。まあ、SS 特殊なやつだからね。水属性、グレイフルバスターしかいないから。うん、ゲージ飛ばせるやつが。属性ごと持っときたい。ウルズ。ウルズ、ハゲ。ハゲめっちゃ見んな。いや、知らんわ。そうなの。いや、この前もハゲ。まあ、見たイメージ。しかも、ダブル、陰影飲酒。陰影飲酒とかしてやめて。してやめて。コンプじゃん。そう、極論出た。カップルしちゃった、カップル。カプテインスあんのかな、もちろん。どうなんでしょうね、コラボ宣言のね。そう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 。出してよ。はい、出したい。武蔵。あ、やばいこれ。今回やばい。さ、これ4、50連目ですか、次が。怖い。あ、でもまあ星玉そうな。星玉とか信用してないんですよ。出ないもん、あれ。頼むよ。嘘だろ。止まれば、まあ、って感じだね。リチャード。かわいい。よし、頼むぞ、頼むぞ。ここよ、ここ。おお、これだ、確定室。優の勲章が。いきなり来た、いきなり。なるほど。ダイいや、しょっぱな台はちょっと嬉しいな。あざっす。一旦ね。ナイス。一旦台ね。ロック。よし、一旦台。はい、あと1体ずつ、1体ずつでいい。うん、頼むー。お願いします。オセロでもいいよ。オセロでもいいんだ。キャッチオセロも斬新すぎる。お、レオナが。やべ、レオナ祭り。お、すごい。お、すごいすごいすごい。惜しいなぁ。いやー、渋いなぁ。6レオナ。はい、渋いなぁ。ラスト、ありがとうございます。頼む。で、第2体目でもまあまあ許せる。はい、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 はいしねー、はいしねー、はいしねー、はいしねー。ちょっと渋かったっすね。いやー、もう本当死んどしわ。直ね、直ね。じゃあ次は、じゃあ私行きましょう。はい、タイガーサクラ行きましょう。さあ、じゃあタイガーサクラの街行きましょう。はい。いやー、この日のために読みましたよ、大の大冒険。漫画の方、漫画の方買わせていただきまして。名作ですよ。いやね、いいね。あ、チーンだわ。なんかね、やっぱ王道
王道よ、うん、なるほど。なんで、うん、極論全部欲しいっす。ね、まあ全部は欲しいっすね。そうだね。まあちょっとね、あの申し訳ないんですけど、うん、俺出るんですよ最近。ね、なんか調子いいイメージが、うん、結構ある。最近出るんですよ、最近出ちゃうから多分大栗主で終わるんじゃないかなと思っているところでございます。ありと。さあということで、いやそれはもう引き散らかしてほしいですね。大栗主でございましたが、まあ、出るんですよ本当に。めっちゃ言うよ。めっちゃ言うよ。すぐ出ちゃうのよ、うん。むしろもうこれ出るって分かってたから、このオーブをね買うお金で、あ、クロコダイン出たじゃん。あ、レオニダス。レオニダス似てるね、同じ種族っぽいっすね。レオニダルス、はい、レオニダルスか。じゃあもうサクッとね、サクッとね、演出やってもらって、うん、さっき出たけどもう一回見たいわ、紋章ね。だからそのね、復元する分のお金を使って漫画を買ったと。なるほど。いうことでございます。結構な関数あるからね。あれね、そうですね、うんうん。今なんかその圧縮版みたいななんかこう、うんうん、キュッとなってるやつ買いました。キュッとなってるやつ。ああ、そうなのあんだ。それであの22巻で完結ですね。全22巻なの？だからキュッとなってるやつね。本当は。ああ、キュッとなってるやつ、ね。本当は多分40巻ぐらいあるから。オリジナルのやつだとちょっとまあまあ、うん、まあまああるって感じね。なんか 1.5 冊分ぐらいになってるやつあるじゃん。うんうん、あるある。来た。お、来たね。はい、ポップー、ポップピーポップピーポップピーこうやってね。いや、ポップもね、俺ポップモブかと思ったもん最初ね。そうなんだ、本当に。でも56だから、そうモブかと思ったんですけどね、なんかすげえ強くなんだわ。いや、ポップは俺一番人間味あると思うよ。うんうんうん、うん、一番リアル。あ、なるほどね。まあ出るんすよね、やっぱすいません。まあ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 出ちゃうんすよ。あ、おしゃますね。でももうすでに普通にね一体出してますからね。よし、よりみつ、よりみつ、源よりみつ、おー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 よりみっちゃん、よりみつ出ないの、もしかして。サイプル。でも俺は出る気がしてるよ。俺が微妙だったから俺出る気がしてる。ここでね、うん、ここで平均取るみたいな。そうそうそう。あれ出ないの、あラベンダー、ラベンダー、え出ない。ちょっと待ってもらっていい、あのちょっとミッションほじくるほじくり出してくる。埋蔵金を出して、埋蔵金を出してくる。やっぱさ、もう漫画はもう買ったからさ、なんか銃とかいう体のやつあると思うんだよな。でも結構なんか2人して渋いのは珍しくない？俺ら。うん、確かに確かに。やっぱ調子乗ったか。やっぱ調子乗ったか。いやでもやっぱ大の大冒険読んだから分かると思うけど、やっぱそういう風に疲弊して疲れ切った時に、うん、ああなるほど、出せるわけよ。そうね、やっと岩をスパンいけるわけよ。ああそう、自然な力がね。そうそう、ああなるほど、スーして。あ、まあ先生も言っとったな。見たでしょ。ああなるほどね、うん、そういうことなんですよ。なんかめっちゃ掘り出すやん。めっちゃ掘り出すやん。え、そんなんやばいな。始まるね。そう、疲れ切ったところでスッて、あれ、ああ、切れてた。すごいね、貯金できる子なのかな。貯金できるんだよ。すげえ。貯金忘れたらいいの。なるほどね。なんで思ってたのね。そう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 。すごい。忘れたら。でも俺忘れさせようとしないじゃん。ピカピカしてるからさ。いや俺めっちゃずっとピカピカしてるから。そっか、それに慣れてしまえば。慣れてしまえば。俺あの右上いつもプレゼントとか毎日来るじゃん。あれとかも貯めに貯めてるからさ。あの受け取るのめんどくさいのよ。そうなんかな。やっぱ人それぞれだな。くしゃみだった。調子悪いっすね。調子悪いっすね。これやられてる。あ、待って、そんなことしちゃダメ。やられてる、やられてる。でもなトップラスじいちゃんまで行っちゃうところ。
リョーノとじいちゃん行っちゃうから、ちょっと待って、これ多分どうせね、これバベルが溜まってんだよ、そういう時って。ブラスの顔ムカつきません？いや、じいちゃんと喋れた時も、にってしてるから。ムカつかない？大の育ての親だよ。お前は魔法使いになるじゃん。すいません。かわいそうだよ。じゃあファンの方すいません。あの、じいちゃん。でも僕、はムカついてます。たとえ文句言われようと思って。なんか、逃げるっていう感じでちょっと。なので、5、6にしてほしかったっすね。5、6なら、5、6なら、それ一応よかったじゃん。出ちゃう、打つのメラみたいだね。出たら嬉しい。5、6なら出たら嬉しい。何ボリドスキュー打てるって。まあ確かにね。しかも魔法陣ブーストでね。大きい角で。ほら、この顔よ。あ、マージャン小娘や。3000円、ほとりちゃん。ほとりちゃん。え、もしかして、出ないつもりですか？しかもリトラペカらないしね。ペカらん。うん。え？ガリンババ。あ、出ないつもりだこれ。おつもりだってね。あれこれ。呼ばない？ちょ一回ババゾロさんの様子見てみましょう。ババゾロさんの様子見てみましょう。じゃあ聞きましょう。さあ、じゃあ引いていきたいと思いますけども、はい、ダイのダブルも単行本持ってたから。おお、はい、持っていた世代うん、いや、実家にある、実家にある、実家にある世代よ。あの、普通にジャンプで読んでた。へ、うんうん、まあでもなんか本当にそのやっぱ最後のこの作品は何年か年代に連載されましたみたいな、うん、うん、というけど、ちょうど本当生まれる前ぐらいから始まった、うん、あ、生まれる前か。89年とからしいよね。そうそうそう、あ、生まれる前だ。なんでまだ漫画という存在を知らないんだ。、うん、はい、なんでこれはちょっと聞きたいわな、やっぱり。まあ俺も、まあ、極論全部欲しいですよ。極論、ね、極論全部欲しいですよ。そう、まあそう、それはそうですよ。まあそうだね、はい、まあやっぱりちょっと引かなきゃいけない、やっぱり竜の血を引く者としては引かなきゃいけないんですよ。どうぞ、はい、竜から生まれたんすか。はい、これ引きます、聞きますから。それなんすか。俺竜のドラゴン、ドラゴニックオーラ。ドラゴニックオーラで俺は普通の武器だったらバカーンいくから、ドラゴニックオーラ使ってる。なるほど、うん、スマホも耐えれるんだ。ドルオーラでちょっと聞きますわ。お父さんのスマホはドラゴニックオーラ。出てこい、ドルオーラ出てこい。俺のほうでできてるんだな、スマホ。頼む。レオナ、はいはい。こんなガキンチョかよつって最初ね、鼻水垂らすっていうやつですよ、こいつはね。へえっつって。いや、頼む。なんかさらっとこの辺出て。あ、じいちゃん、じいちゃん、じいちゃん。ドカーンってすぐ殴られるから。さあ、まあでも。まあ、こっからですよ、こっから。めちゃくちゃ黙れてる。はいはいはい。まあいいですよ、まあしょうがない、しょうがない。あ、ちなみに今日、今回ちょっと50連でちょっととどめようかなと思って。あ、50連、ね、全部はじゃあ引かないです。様子見ですわ、一、うん、回。ああ、じゃあ分かった、そういうことね、そういうことね。全部分かった、分かった、そっちか、そっちね。はいはい、どうぞ、そっちって。デルパー、あ、出たわ。それは呪文っすか。そっち、筒から出てくる、筒からデルパー。え、それめっちゃいいじゃん。それ言わんかったからやん、出なかったの。筒にはあれ、リバティ入ってる、リバティ入ってる。なんかじいちゃん出すぎ。じいちゃん出すぎやん。じいちゃんじゃないんだよ。じいちゃん確かに入ったけど、いやいいよ、じいちゃんじゃないんだよ。じゃあ、もう一回いいっすか。じゃあ、いきますか。もう一回ちょっと聞きたいっすね。でも、さすもう一回、はい、もう一生、デルパーいろいろ話してたから。いいっすか、いいっすか。デルパ。よし、これあるよ。これやな、これあるよ。もうさすがに出たわ、これ。いやこれ、うん、それなんで教えてくれなかったんだ。デルパ。はい。おー、デルパ。誰？タナトス。タナトス。タナトスじゃねえんだ。タナトスじゃねえんだ。入ってそうだ。ちょっと、あれデルパ？あ、タナトス入ってた？タナトス入ってましたね。もうデルパコラボ終わっても使えそうです。うん、うん、確かに。じゃあもう一回いいっすか？
もう一回行こうか、じゃあ、うん、もう一回ちょっと。はい、どうなんでいくよ。デルッパあ、いいね、これ。これいいわ。毎回やってほしいわ。やってほしいな、そうそう。はい、来い。そうそうだろ。おい。おい。おい、俺が一番渋い。クロスケ、クロスケ出てるから。ちょっと今俺何連してる?30連。ん?30連。30円、うん、あ、まだそんなもんか。あ、じゃあいいや。40円か。次が50かな。30円じゃない？え、怖いんだけど。知らん。最初ドラゴニックコーラで弾いて、デルパで3回弾いてるから40円してる。デルパ3回弾いた？うん。2回じゃない？ 3 回デルパしてるよ。3回デルパしてるよ。じゃあ4回目のデルパしてる。これでじゃあ一応俺は打ち止めね。多分まあ、あの、ボックスがって言われない限り、俺は多分そのボックスも挑戦したから、まあ、まあ大丈夫。なるほど。はい。それ頭いいっすね。じゃあファイナルデルパ。はい。デルッパこれいいなこれいいな頼むこれいい俺ももう力尽きるよそろそろあやばいレオナ超出るやばいやばいやばいあー頼むあっネフティスじゃないんだよあーこれあれだわいやダイと相性いいネフティスねダイとめっちゃ相性いいっすよここで出てくんないとマジでやばいあよ4勝ったよえ何でデルッパあデルッパ言ってなかったここで出るパあーやっぱ出るパ今出るパでしたよ出るパ焦ってたから出るパ実績ゼロだわ実績ゼロだわただ発言あ、あれ発言サイズ発言確か発言ありがとうございますほらおー、ほんとだありがとうございますじゃあ、俺ら今回はちょっと全員渋桜井さんはどうします僕は引かないっすけどピックアップかなやめとくか一回かデルパ出ないっぱでしたね今回いや俺、はい、デルパ知らなかったからあデルパ知ってたらもっと出てたあでもデルパはちょっと今のところ実績悪いからちょっとまあ知らん方が良かったかもしれない逆に変なことをしてしまったかもしれない、はい、ということで今回以上ですかねはい、はい、ちょっとまあコラボはやっぱりまあ、そういう時もありますからね。ドラクエだけに魔物が潜んでますから、皆さん。はい、なるほどね、はいちなみにですけども、はい23日金曜日、はいはい19時からメンバー限定放送ありますね。ありますね、はいぜひそちらもね、メンバーに入ってる方だけご視聴できる、はい生放送になっておりますんで、ぜひご覧ください。ありがとうございます。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。またでは、次回お会いいたしましょう。バイバイ。